全日本フィギュア開幕まであと7日。夢をつかむのは誰だ。長年続いてきた男子フィギュアの二強時代、今この勢力図を。トップ2人への見事な挑戦状です。覆そうとする若者がいるんです。鍵山優真、ついにやってみせました。鍵山優真18歳。いきなりですが、全日本での目標は。はい、優勝して頑張りたいと思います。なんでかこんな感じですけど、彼本当にすごいんです。今年3月初出場となった世界選手権ではいきなりの銀メダル。その強さの根源にあるのは父の存在。彼を指導するのはオリンピックに2度出場し、全日本選手権では3連覇を成し遂げた父、正和さんです。ここまででいいって思ったところをさらにプラスアルファで自分で付け加えて練習してくれてるので、もう必要以上に練習はしてるんじゃないですかね。日本一に立った父が舌を巻く練習量が今シーズン実を結びます。質の高い4回転ジャンプ2種類と昨年よりもこだわり抜いた表現力でグランプリシリーズ2連勝。現在の世界ランキングは堂々の1位。今最も勢いに乗る18歳が次に狙うのが初の全日本王者、そしてその先に待つオリンピック代表の座。過去2大会の全日本は羽生、宇野に次ぐ3位に終わった鍵山ですが、宇野選手も今シーズンループ入れてたり4種類やってきたりしてるので、まあすごいなっていうふうに思ってるんですよ。羽生選手も去年よりもっと上手くなってると思うので、まあでもいつかは抜かさなければならない時が来るし、尊敬してるからこそ2人を越したいっていう気持ちはすごい強いです。これぞ次世代を担うエースの決意表明。そんな鍵山を誰よりも近くで支えてきた父、正和さんは息子のフィギュア人生をこう表現します。コツコツやってきた結果が出てるだけのことであって、駆け上がってきたっていう覚えはあまりなくて、体重をしっかりとこう乗せて一段一段、まあ人よりもゆっくりかもしれないんですけど、それを積み重ねてきた結果が出てるだけだと僕は思っているので、段数は飛ばすことなく。飛ばさないですね。飛ばすと転んじゃうんで現在世界ランキング1位に立つ鍵山も、これまでのスケート人生は決して順風満帆というわけではありませんでした。パパがオリンピック行っててスケート始めようかなと思いました。いいよ。憧れの父の背中を追い、5歳から本格的に競技をスタートさせるも、幼少期は目立った成績は残せず、時にはその不甲斐なさから人前で涙を流すこともありました。それでもお父さんにいい演技を見せたい。父と共にコツコツと積み上げてきた努力で一歩一歩歩みを進めた覚醒への階段。まさに時代の転換点、新しい星が生まれます。18歳の新星が挑むオリンピック最終選考会、ついに親子の夢をかけた戦いが始まります。持てる自分の力をもう 100% 出し切る、それに、それだけですよね。同じ目標を持ってやってきているので、ショートフリーをノーミスして自分がオリンピックへ連れてってあげて
いい演技をしたいなっていうふうにはすごく思ってます。